イスラム。エウサハラールマート。お客さんは、はい、まあ、60% は日本人のお客さんです。はい、マジっすか？なんで？こんな大都会の中に。いずれは回収するんだろうなっていうのは、どんどん考えていって、今、日本でムスリムとして生きてて、ムスリムの国ではないっていう部分だったりとか、まあ、宗教に対してそもそも日本人がいいイメージを持ってないっていう部分から、はい、イスラム、エウサハラールマート。あ、いいっすか。お肉とかあるんですが、ハラール肉。はいはいはい。ちょっと中身見せた方がいいかもしれないね。アジアと、はい、あといろいろ国の、はい、インドネシア、バングラデシュ、インド、パキスタン。で、まあ、はい、世界中でハラール食材を、はい、流行ってます。流行ってます。お客さんは、はい、まあ、60% は日本人のお客さんです。はい、マジっすか。なんで？Okay, I met Kaiji-san. Can you introduce? Hey! Hello, my name is Kaiji from Japan. I became Muslim in 2017, so already 5 years ago. 5 years ago? 5 years ago. Actually, I went to Brunei to study abroad. Oh. As an exchange student. But, you know, maybe later I will explain about, you know, the story in detail. Today, you're gonna introduce me about Muslim culture in Japan, in Tokyo, and we are now mosque here. Can you show me the, you know, thing you always do here? Sure. Okay, let's start it. Let's go. モスク、すっごい都会にあるんですよね、これ。見てもらったら。こんな大都会の中に。クルアーンは、全部アラビア語で書かれています。アラビア語も勉強してて、読むのが右から左なんですよね。日本語と逆で。ああ、逆ですね。そうそうそう。で、文字と文字がくっつくと形が変わったりとか、はい、僕も今本当に勉強してる、本当に最初のステップですけれども。一連の見せてもらったプレー、カイジさんのバックグラウンドとかについていろいろ聞きたいんですけど、うん、まず、まあ多分見てる人みんな思うと思うんですけど、どうしてムスリムになったのかっていう。なるほど。はい。結構これは、まあ聞かれる質問なんですけれども、はい、私自身、まあ出身も、生まれも育ちも、まあ日本のですけれども、大学に入るまで海外に行ったこともなかったんですよね。あ、そうなんですか。全く。なんでもちろんイスラムの命も知らないような人でした。でただ、2015年、私が大学3年生の頃に、ブルネイっていう国に留学する、はい、まあ、機会があったんですね。ブルネイっていう国は 70% ぐらいがムスリムの国でした。でちょうど2015年っていうと、まあ、その、中東の方でね、日本人のジャーナリストが殺されてしまったりとか、時代だった。ありましたね。なので、やっぱりちょっとネガティブなイメージっていうのは、やっぱり少なからず持ってたわけですよ、ね。まあ、日本で見る情報って、まあ、それしかない、ね。そうですね。やっぱり、日本人からすると、イスラム教がメディアに出るときって、ネガティブなことじゃないですか。例えば、イスラムが、例えば過激化が、はいはい、とかイスラム国とか、そういうネガティブなニュースでしかイスラム教を見たことがない。はい。まあ、全部こうネガティブなニュースに完全につながっちゃいます。はい、ただ、私がブルネイに行った時に、まあ、そのイメージっていうのが180度変わって、今までこうメディアでしか見なかったイスラム教、まあ、ムスリムの姿っていうのを、まあ、しっかりその、まあ、留学っていう形で一緒に生活したり、時間を過ごすわけですよね。そうすると彼らの信仰しているものであったりとか考え方とか行動っていうのがやっぱりこう少しずつ理解できるようになって、それをこう勉強していくうちに、まあ、惹かれていったというか、あの素晴らしい生き方
だなというところで、実際に私も2017年にイスラム教に改宗しようと思って、まあ、改宗をしたというのが経緯になります。なるほど。最初にブルネイに留学するきっかけって何なんですかね。僕聞いたことなかったんで、ブルネイに留学で。ですよね、ですよね。それもブルネイに行こうと思ってたわけではなくて、はい、まあ、東南アジアっていうのがもともと好きだったんですよね。うん、実はカンボジアにこう教育の支援でボランティアに行ったりとかっていうのもしてて、はい、東南アジアっていう国がいいなっていうところで、うん、その時まで英語が全然喋れなかったので、英語が通じるとこ、または英語が勉強できるところがいいなっていうところで、まあ、フィリピンか、まあ、ブルネイ。ブルネイはもともとイギリスの植民地だったんですよね。あ、そうなんですか。第二次世界で、うん。なので、その英語のシステムとかっていうのが、まあ、すごい整備されてて、ね、まあ、そういう観点から、まあ、フィリピンかブルネイ。フィリピンっていうのもある程度想像できる国じゃないですか。でブルネイっていうのは初めて聞くし、謎めいた国だなって思って、こう、別にイスラムとか関係なくですね。行ってみたい、まあ、行ってみようかなっていうぐらいの温度感でした。なるほど。どれぐらい行かれたんですか最初は。でも、ブルネイの留学自体は半年、ワンセミスターですね。ああ、なるほど。半年で、まあ、日本に帰ってくるじゃないですか。どのタイミングで自分はムスリムになろうっていう決断を しましたか。そうですね、ブルネイから日本に戻って、はい、で、私は大学生だったんで、大学にも留学生がいるんですよね。ブルネイ人だったり、インドネシア人だったり、マレーシア人だったり、はい、でそういう方々にいろいろ話を聞いていって、あれってどうなの、これってどうなの、話を聞いたり、でここのモスクですねに来て、スリランカの方からこうイスラムってこうだよっていうのをこう教えてもらったりとかっていうのを1年半ぐらいですかね、続けて、で、まあ、やっぱり勉強していくと、その考えって抜けないんですよね、なかなか。なんで、まあ、いずれは回収するんだろうなっていうのは、どんどん考えていって、で、そこで、まあ、実際に回収をしたというような感じですね。なるほど。まあ、多くの留学生は、やっぱり、例えばアメリカに留学して、アメリカから戻ってきたら日本に、うん、やっぱり日常に戻るじゃないですか、はいはいはい、それが、カジさんはなかったんですね。日常に戻るというよりかは、やっぱりブルネイだったりとか、そのイスラムとの関係を自らつなげていようとしたところですか。そうですね。逆に言うと、日常の中でその考えをこうハイブリッドでやるにはどうしたらいいのかなっていうのをずっと考えてました。じゃあやっぱりその半年間がとても強烈だったんですね、ブルネイの。そうですね。いい意味で。いい意味で、はい。まあ、人生変わる、本当に文字通り。なるほど。変わったって感じです。じゃあ次に改宗した後のことを聞きたいんですけど、はいはい、まあ、イスラム、ムスリムになってやっぱりいろんな困難があると思うんですよ。日本でなるっていう、特に日本人がなるっていうことに関しては、うん、まず周りの人間の反応はどうでした。日本人の、まあ、友達、大学の友達しかり、ね、家族しかり、まあ、大学の友達に関しては大体まあ同じような環境で、あ、はいはいはい、生きてきた人がいるんで、ただ留学行ってたりとか、もうそれ海外の文化にも触れてたりとか、オープンな方が結構多かったので、まあ、別に、そんなに。回収しても人間性って変わることもなくって、まあ、ただお酒が飲めなくなるとか、そんぐらいですよね。はい、でした。で、うちの家族も、まあ、母親はね、最初は、まあ、イスラムというよりかは、宗教っていう言葉自体ですよね。なるほど。やっぱり、まあまあ、イメージどうですか。やっぱり、ね、宗教って悪い意味の例えとして使われることが多いですよね、日本で。例えば何か悪い商売してたら宗教っぽいみたいな。母親に関してはやっぱり最初は、まあ、どの宗教にも入るなよっていうことは言われてました。ただ、まあ、それって多分その留学前の私と同じで、ただメディアの情報、まあ、自分が持ってる情報しかない、うん、そのリアリティと自分が持ってるそのイメージっていうのは少なくとも、ね、異なる部分もあるかなと思って、まあ例えばそのインドネシアとかマレーシアの友人も、まあ、母親に合わせたりとか、
留学の経験をシェアしたりとか、そうすることで、そのメディアの情報から実体験とかリアリティの情報に変わっていくので、少しずつ受け入れるようになってて、で今も全く、私の考えとか生き方についてはサポートしてくれる、そういった感じですかね。今日本でムスリムとして生きてて、やっぱりムスリムの国ではないっていう部分だったりとか、宗教に対してそもそも日本人がいいイメージを持ってないっていう部分から苦労することってあります？苦労、日本だから苦労するっていう、はい、うんうんうん、やっぱり私の場合とそうじゃない人の場合もあると思うんですけど、はい、私の場合は、イスラームをやっぱり説明する、聞かれることが多いんですよね。とか食べ物でハラールっていう言葉もあると思うんですけども、そういう言葉にやっぱり聞かれて、誤解されてる方とか、もともとね、そういうことを知らない方も多いので、やっぱりそういう方々と話すときは大変だなって思う時もある一方、それって逆に伝えるチャンスでもある。もう多分悪いイメージを持ってた人、逆にいいイメージを持たせるチャンスでもある。そういうふうに考え方を変えたりとか、であと私は今自分で仕事をしているので、お祈りとかは大丈夫なんですけど、会社で働いてる人とかだとね、そうですよね、やっぱり、ね、できない人も多かったりとか、人間関係とか職場とか学校とかで、ジレンマを抱えてる方も多くいらっしゃいます。なるほど、日本に来たいムスリムの方に向けて、何かちょっとメッセージをとか。はい、はい、ちょっとプロモーションにはなってしまうんですけど、はい、今私自身2年前に、起業をして、キャリアダイバーシティという会社で、例えばインドとか、どこでも世界の各地から登録いただいてるんですけれども、日本で、エンジニアだったりとか、いろんなね、職業、職種で働きたいという方がやっぱり多いんですよね。じゃあ日本で仕事を探したい人とかっていう、ムスリムの方、もそうですし、そうじゃない方も、外国人みんな、日本人でも大丈夫です。はい。じゃあ、ディスクリプションに。ありがとうございます。サイトとか貼っておいて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。